国が推進する学校給食習慣、昭和25年度から学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を学校給食習慣としました。子どもたちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるために重要な役割を果たしています。私は今、岐阜市立のりとけ小学校の給食調理室にいます。今回の岐阜市情報チャンネルでは、学校給食習慣に合わせ、私たちが育ってきた時代とは全く違う進化した学校給食の今を紹介していきます。いつも作ってくれてありがとう。今、給食調理室では調理器具などへのアルコール消毒や水質検査を行っています。こういった徹底的な衛生管理の基本作業から一日が始まります。朝一番、基本の給食食材である地元産の新鮮野菜が搬入されています。ご登録すみません、来てください。向こうの切り終わったら釜補助。こちらご覧ください。タイムスケジュールなんですけれども、それぞれの配置、あと動線もこと細かく書いてあるんですけれども、毎日メニューによって動線も変わってますね。調理器具の破損がないか入念にチェックします。今日の給食は月に2回あるふるさと食材の日。献立は大豆入りツナご飯、小松菜のおかかあえ、豚汁です。学校給食ふるさと食材の日は、すべての献立に岐阜県産の食材を使用しています。食材の下ごしらえが始まります。これからお出汁を取るところですかね。大量の鰹節が今ボウルの中に入っています。すごくいい香りがしてますね。次に大根が現れるそうなんですけれども、この水洗いは3回に分けて行われるそうなんですよね。およそ580人の児童の給食は、こちらの調理員の皆さんの手により心を込め調理されます。こちらが今日の献立です。岐阜県産の食材をふんだんに使ったメニューになってますよ。今大きな鍋に鰹節が入れられましたけれども、こちら毎日手作りだそうです。小松菜なんかは株を一個一個外して根っこを全部取ってるみたいですね。そして虫食いなどがないか改めて確認しながら水洗いの作業をしているそうです。どういう時が大変ですか？野菜とかが多くて時間が押しちゃって、じゃあ反対にやりがいを感じるときはどんなときですか？返しに来た子どもたちが美味しかったよって言ってくれるとやっぱり嬉しいです。給食調理も終盤です。
きな鍋にもやしと小松菜が入って温度を確認して混ぜているところですね。先生、定食お願いします。いただきます。最終チェックを先生に見てもらってます。 OK です。はい、ありがとうございます。最後、ツナご飯の仕上がりの確認をしているところです。はい、じゃあ、はい、じゃあ定食いただきます。美味しい、出ました豚汁の方も佳境に入ってますね。最後大きくかき混ぜています。お味噌のいい香りが。今グラスごとに配管をしていますけど、配管するときはしっかり手を洗って、そしてエプロンも脱いで取り組みます。均等に配管してますね。今お豆腐の温度を測っているところですね。いよいよ豚汁の最後の仕上げに入っています。いよいよ給食の時間です。今日の献立の反応はどうかな。コロナ禍の今、基本は黙食ですが、この笑顔で分かりますよね。では私もいただきます。今日の大豆入りツナご飯は平成30年度の全国学校給食選手権の入賞献立のメニューで、大豆をツナと合わせて食べやすくしたそうですよ。給食食べてさ、どうだった？美味しかった。うん、今日の給食どうでしたか？美味しかった、うん、美味しかった。何が一番美味しかったかな？ご飯です。ご飯が一番美味しかった？美味しかったです。何が一番美味しかった？ご飯。何が一番美味しかったですか？あの味噌汁が美味しかったです。味噌汁ね、味噌汁美味しいよね。何が一番美味しかったですか？牛乳とツナ。今までいろんな、ね、給食食べてきたと思うけど、一番好きなものは何ですか？カレーです。あ、やっぱカレーが好きなんだ。煮込みハンバーグ。あー、いいね、煮込みハンバーグ美味しいね。これからこんなのが食べたいなっていうメニューありますか？はい、グラタンです。いいね、グラタン食べたい。給食は楽しみですか？はい。みんなの声は給食を作ってくれている調理員の皆さんにもきっと届きますよ。いつもご飯を作ってくださっているので、すごく感謝しています。子どもたちが美味しいって思えるものをまず提供するっていうことを一番に考えて毎日作ってます。1年を通すとやっぱり、4月当初っていうのはどうしても子どもたちもクラスに慣れてないので、給食を食べることも緊張してるのか残菜が多いんです。でも、まあ、日々の中で子どもたちも楽しく給食を食べで、私たちもだんだんこうチームワークが取れてくるようになりっていう風で、で日々こう減っていく残菜を見ていると、どこの学校にいても本当にやっぱ3月ぐらいになると
これだけしか残ってないのっていうことがよくあるので、そういうのを見るとやっぱり一生懸命作ってよかったなっていうふうに思います。毎日の給食の味をいつまでも覚えていってもらえ、で大人になった時にやっぱりそのこんな給食があったね、すごく美味しかったねっていうことをこうなんていうのかな、同窓会とかなんかで言えるようなこうことがあればすごく私たちも嬉しいなと思うので、はい。一番こう給食を届ける上で大切にされていることってどんなことですか？ですね、やっぱり安全が一番大切なので、安全に届けられるようにタイムスケジュールも例えば肉や魚など食中毒菌が多くついているようなものを触る人は触れる扱う人を決めるっていうような役割分担をしっかりして、逆に調理の仕上げに携わる人は食中毒菌の汚染の少ない食品を触るようにっていうように、きちんと役割分担するようにスケジュール表を作っています。やはり成長期の子どもが食べるものですので、カルシウムとかビタミン類がなかなかお家で取りにくいということで、そちらの方も給食を食べてもらえるとしっかり取れるというようになるように考えています。今日の給食もそうなんですけど、小松菜なんかはね、季節の食材ですし、大根ももちろんそうですけれども、季節の食材も取り入れながら野菜もしっかり食べてもらいたいなと思っています。子どもが美味しいよって喜んでくれるものももちろんですし、そういうものも大事にしていきたいんですけど、日本に昔から伝わっている煮物ですとか和食とかそういう伝統的な食文化も伝えていきたいなということを思っています。給食を食べたことで、バランスのいい食事ってこういうものなんだなとか、大人になった時にこういう組み合わせで食べたな、作ってみようかなっていうように思ってもらえると嬉しいです。学校給食の今いかがでしたか？私たちが育ったあの頃と比べ格段に進化した栄養と衛生管理、これらすべてが未来をつなぐ子どもたちのために。それでは最後に今月のギフスタギャラリーです。